こんにちは。今日は前回出した入門者向けの動画の続きということで、Arduino と LED を組み合わせて少し遊んでみたいと思います。具体的に何をするかというと、Arduino を使って LED を点滅させたり、LED を調光したりして遊んでみます。LED を光らせる前に LED について少し説明します。これは LED です。LED はどんな部品かというと、電流を流すと光る部品のことです。左から順番に赤色、青色、緑色に光る LED です。これが LED の記号です。こちら側の電極をアノード、こちら側の電極を仮想度と言います。LED をよく見てもらうと分かるんですけども、2つ足が生えていて、そのうち1つが長い足、もう1つが短い足があります。LED の長い足がアノードで、短い足が仮想度です。LED の中をよく見てもらうと分かるんですけども、LED の樹脂の中に2つ電極があります。大きい方が仮想度で、小さい方がアノードです。どうすれば LED が光るかというと、アノード側から仮想度側に電流を流すと LED は光ります。この時に流れる電流のことを順方向電流と言います。そして順方向電流が流れた時の LED の両端の電圧を順方向電圧と言います。右側の図は LED の正特性です。横軸が LED の順方向電圧、縦軸が順方向電流です。LED の場合、だいたい 0.8V くらいから電流が流れ始めます。この LED の正特性については、データシートを見ると詳しく載っています。こちらに LED があります。よく見てみると、20mA、3.0V、3.2V って書いてあります。どういうことかというと、20mA の順方向電流が流れていると、横軸の順方向電圧は 3.0V のところに来ているという意味です。このまま順方向電流を大きくしていって、LED に流す順方向電流を大きくしていくとどうなるかというと、LED は壊れてしまいます。そうならないために、LED と直列に抵抗を入れて電流を制限してあげる必要があります。次に LED の回路の設計をします。LED と直列に抵抗を接続します。抵抗の設計を簡単にするために LED の正特性の仮定をします。その仮定はどういう仮定かというと、いくら順方向電流を流しても順方向電圧は常に 3.0V 一定です。こちらの 3.0V というのはこちらの白色 LED の順方向電圧です。LED の色によって順方向電圧は変わるので、データシートをよく見てください。こちらの回路で電源電圧は 5V、LED の順方向電圧は 3.0V。この時 20mA 流したいんですけども、その時の抵抗値を決めます。どういうふうに決めるかというと、単純にオームの法則で決めることができます。分母の部分が流したい電流値、今回は 20mA です。分子の部分が抵抗にかかる電圧ですね。電源電圧の 5V、マイナス LED の順方向電圧 3.0V です。ということで 5-3V になります。これを計算すると、こちらの抵抗値は100オームになります。実際に LED を光らせてみます。今 AC アダプターから 5V の電源を取っています。ここに抵抗をつなぎます。抵抗については100オームがなかったので120オームのものを使っています。ジャンパーワイヤーをつけます。そして LED のアノード側を抵抗と、そして仮想度側をグラウンドに接続します。そして AC アダプターの電源を入れます。そうするとこのように LED は光ります。これから実際に Arduino にコードを書き込んで Arduino を点滅させます。必要なのは Arduino と LED、 抵抗、ブレッドボードと、あとパソコンと USB ケーブルですね。配線はこんな感じです。Arduino に USB ケーブルを挿しています。ジャンパーケーブルを使って Arduino の 5V とグラウンドをそれぞれ横に出しています。この部分とこの部分です。この部分についてはジャンパーケーブルを使って接続しています。そして Arduino の D12 のピンに抵抗と LED を直列に接続しています。あらかじめ用意したプログラムをマイコンボードに書き込みます。そうすると LED が点灯し始めるはずです。このように Arduino から出た信号で LED が点滅しています。0.3 秒間の間点灯して 0.3 秒間の間消灯するようにしました。こちらが LED を点滅させるコードです。
Arduino とかそういったマイクロコントローラーは基本的に上から順番にプログラムを実行していきます。この場合だと最初に IntLED12 というのを実行して、その後 Void Setup を実行します。でその後に Void Loop がありますが、基本的にこの中についても上から順番に実行していきます。一番下に書いてあることまで実行し終わったら、次にまたこの一番上に戻って順番に実行していきます。そしてまた一番下に来たら上に戻る、これをずっと繰り返していきます。このコードの一番最初に IntLED=12 があります。これは何をしたかというと、 Int 型の LED という変数を作って、その中に12を代入しています。次にピンモードという関数があります。この関数の引数は LED とアウトプットです。ピンモードは LED のピンを入力動作にするか出力の動作にするか決定する関数です。この場合だと Arduino の D12 を出力にしています。次に Void Loop の中身ですが、 Digital Write と Delay と Digital Write と Delay があります。この Digital Write 何をするかっていうと、 D12 の出力を High にするということです。つまりこの D12 は 5V の出力出てきます。次に Delay 300があります。これは何をするかというと、300ms、つまり 0.3 秒間何もしないことをします。ディレイ実行中も LED のピンは 5V に維持されています。で次にまたディジタルライトが来て LED D12 をローの状態にします。つまり D12 が 0V 出力します。で、またこの状態、を 0.3 秒間維持して、一番下まで来たらまた一番最初のディジタルライトに戻って、これを順番に実行していって、でまた一番最初に戻ってってことをひたすら繰り返していきます。今 LED は一つだけしか点滅していませんが、他の空いているディジタル端子に LED を接続して、でそしてプログラムをちょっと書き込むと、こんな感じでプログラムを書き込むと上から順番に光るみたいな、こんな風に遊ぶこともできます。こんな感じで LED が光ってるわけですけど、これだとちょっと眩しいんで LED の光を調整したいんですね。ということで次は LED の調光をしてみます。LED の明るさを調整する方法は2つあります。1つ目が抵抗値を大きくする方法です。 LED と直列に接続されている抵抗値を変える方法です。こちらは今120オームの抵抗を接続しています。かなり明るく光っています。この抵抗を次に10キロオームの抵抗に変えてみます。そうすると、明るさ暗くなりましたね。こんな感じで LED と直列につないでいる抵抗値の値を小さくすることで LED は明るく光りますし、抵抗値を大きくしてあげると LED は暗く光ります。 LED の明るさを調整するもう一つの方法がパルス幅変調を使うやり方です。パルス幅変調なんですけども、パルス幅変調ですね、それぞれの頭文字を取って PWM と呼びます。パルス幅変調はどのような方式かというと、こちらの電源から出てくるパルスの幅を変えてあげる方法です。2つの場合を考えてみます。こちらの電源から出ているパルス幅が小さい時とパルス幅が大きい時です。パルス幅が小さい時は電源が、ここを 5V にしますかね、 5V の期間が短くて 0V の期間が長いです。この電圧波形の平均値はこの赤い点線で表されます。結局平均的な電圧は低くなりますので、こちらの電圧を使って LED を点灯させると LED は暗く光っているように見えます。一方でパルス幅が大きい時は 5V の期間が長くて、そして 0V の期間が短いと。こちらの電圧についても電圧の平均値というのは求めることができて、だいたいこのくらいの大きさになります。パルス幅の大きい電圧波形をこちらの電圧源から出してあげると LED は明るく光っているように見えます。幸いなことに Arduino はパルス幅変調を使えるんですね。ということで Arduino からこの波形を出してみて LED の明るさを調整してみたいと思います。 Arduino で PWM を使えるピンは決まっています。こちらの D の3、5、6、9、10、11です。今回は D10 と D11 で試します。実際に今プログラムを書き込んでいます。プログラムの書き込みが完了するとこのように LED は2つとも光ります。
カメラだと少し分かりにくいんですけど、こちらの LED が明るく光っていて、こちらの LED が少し暗く光っています。つまりどういうことかというと、こちらの LED、こちら側の LED のパルス幅は大きくて、こちらの LED のパルス幅は小さい、狭いということになります。こちらが LED を PWM で調光するコードです。基本的には先ほどのコードと似ています。ただこのボイドループの部分でアナログライトの関数を使っています。こちらのアナログライトのピンなんですけど、指定したピンから PWM の波形を出す関数です。この場合だと LED12、こちらに設定していますが、D の10番と D の11番からパルス幅、変調された波形を出します。この場合、どのくらいの明るさを指定できるかっていうのは、この暗い明るいっていう、変数で調整できます。こちらの暗い明るいはこちらの部分で宣言しています。こちらに入れることのできる数字は0から255の間の整数です。なのでこちらのパルス幅は狭くなっていますし、こちらの明るいの方のパルス幅は広くなっています。暗い場合は1周期を255分割したうちの5の期間だけ電圧が出ていますし、明るいの場合は255分割のうちの200のうちが 5V の電圧が出ています。オシロスコープでアルディーノのピンから出ている電圧波形を測定しています。こちらの上の波形が暗い方の LED にかかっている電圧で、下の波形が明るい方の LED にかかっている電圧波形です。実際にパルス幅が狭いときは LED は暗く見えますし、パルス幅が広いときは LED は明るく見えます。こんな感じでパルス幅変調できるんですね、アルディーノは。ちなみにパルス幅変調の周波数ですが 490Hz です。ということでアルディーノと LED を使って少し遊んでみました。こういうのってね、意外とやってみると楽しいもんなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。今日紹介した内容以外にも、例えば可変抵抗とアルディーノと LED を使って LED を無段階で調光してみるだとか、そういったことをやってみても面白いと思います。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。もしこの動画参考になりましたら、コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。